まりましたザ・フォレストの時間でございます。あ、今回も恐ろしい森の中で冒険していきましょう。私が FB37 です。森男キックマーク2でござる。ハルマオットです。エヴです。では早速いきましょう。じゃあ今日も俺らの家作っていくぞ。ここが完成すればな、全てにおいて勝てる。ああ。何やったっけ。ちなみに子供のことはもう忘れた。うん。もう覚えていい。子供なんていなかった。どんな顔だったかすら覚えてない。ああ。子供？今日も木こり生活だべ。行ってくれ。なんだよ。何しようかしら。だから家作る。まあもう丸太が全然足りねえんだよ。丸太がよ。まあ、丸太。あれ、喉カラカラや。あれ？あ、もうさあ。これどんどんさ、マジ森がなくなっていくけど大丈夫なの？だから木は徐々に生えてる。生えてるでしょ。細い木あるじゃん。だから俺らがその採取してるあれの方が早いからどんどんなくなっていってる。まあ、そうなんだ。そうだね。じゃあそのうち復活するのかな。俺今、はい、ウサギゲッツでーす。ウサギよーいし、リースを殺します。はい、うさぎ、おいし。このゲーム絶対さ、弓矢最高だと思う。弓矢最強だね。ああ、やっぱあの、食人族を一撃で殺せるのがやっぱ、ヘッドショット便利。ああ。もうちょい強い弓みたいなの作らないの？作る。いやー、あの、だから矢でしょ。うん。ああ、矢はいいよね。矢！骨置き場はどこだろう。これだ、あった。骨何使うの？弓矢を作る。え、骨で弓矢作れんの？うん。マジかよ。骨の弓矢？骨の弓矢だ。あ、原住民いた。骨、本当だ！マジかよ！攻撃してきた。俺も作ろう。絶対いるじゃん、それ。いて！あれ、布って何これ？あ、違う。ちょ、ほら、助けて、助けて。え、今俺弓矢。キックン、原住民の一匹も自分で処理できないようだったら、ちょっと、このゲームついていけないよ。なんなんだよ。俺はただ、もう、何ゴニョゴニョ言ってんの？何言ってんだ、あいつ。めっちゃいるじゃん。殺せ、殺せ、骨。あ、弓持っていなかった。あいつなんかすげえ。アルコールもあれでしょ？あの飛行機内で落ちてるね。そうだね、基本的には。こいつ弱えぞ。倒した。後ろ向いても。俺ら何作ってたっけ？俺らだからまずこの、だから防御壁を。防御壁何使うの？とにかく。頭振ってんだよ。丸太。丸太だけだっけ？あ、丸太。よし。とにかく。いや、落ちてるぞ。ああ、あいつ、じゃあ、ああ、いいよ。キックにあるよ。姉の弓矢って普通の弓矢と比べてどうなんだろうね。強いのか弱いのか、それとも。同じなのか。なんか見た目的には強そうだけどね。まあ、ただやっぱ食人族の材料でできるから。いて、侵入してきた。殺せ。布もいただきまーす。これ丸太さ、たまに5本の時と4本の時ある。まあ、ランダムか大きさなんじゃない？その、なるほどね。切る機能。なかなか顔に当たんねえな。お前、その近くで外すなよ。あ、やった、当たった。ヘッドショットは、俺を助けて、その前に。意外と近距離だと難しい。近距離はむずいね。ああ逆に。中距離ぐらいが一番いい。助けたかな？うん、助かった。ああ、何動いちゃうから。後ろに松明ある。動いちゃうからって、なんかね、いや、なんつうの？意外と首とかに当たっちゃうんだよね。ああ、そうかも。ちょっとだけね、山なりだから、やっぱ。ああ。山あり。谷あり。目の前で、火焚かれてるけど大丈夫？え？あれ？場所ちげえ。いる場所ちげえ、キックン。何言ってんの？一応俺の動きにそっちも連動してはいるけど。ラグ。何なんだこいつ。そっか、そば。あ、じゃあこいつ置いて。うん。これはやっとこう。はい。ちょっとグロくない？今更だけど今更だけどグロくないですか？しゃあなくない、生き残るためなんだから。確かにサバイバルってそういうもんだから、うん、いや絶対違うけど、食うか食われるかだから。歯ってどうやって入手すりゃいい？殴った時に落とすね、たまに。ああ、じゃあ殴んないといけないのか。殴んないとダメだね。うわ、いやこいつはな、解体した時めっちゃ飛んでくんだよな、部位が。
そうですか。貴重な食料だな。当たり前の悩みみたいなこと言われても。あ、食人族攻めてきてる。そうそう、夜か。夜は来るぞ。やば。戻んなきゃ。こいつらもう毎晩のように来るようになりやがって。遊びに来てるな。あ、石、俺持ってる。作ったぞ。はい、いや。マジ、やけに硬い切り株があるんだよな。どういう基準なんだよ。くべろ、くべろ。ここまあ、こういう敵にそう。化け物じゃん。おお、なんで今殴った？間違った。なんで殴った？安全かと思って殴っちゃった。うん。でも殴りたい気持ちはよく。鍋がない。お腹空いてきたよー。ちょっと、亀の甲羅の水飲むのもちょっともったいないんだな。もったいないって言ってたら、あかんっすよ。そうだお前。お米が来てもったいないマジンか。グロこれ。舐めてんのか。ボスに出てきそう。完璧に食人族やないけ、俺らが。希少。そろそろ寝れないですかね。寝るしかできないのか、ここは。いや、寝れるわ、もう。寝れる？寝よう。ああ、そういうことか。おやすみ。いつの間にかほぼ全員インド人になってる。ほんとだ。こんなクソ狭いとこで。もうちょっとかか。4人で寝たくないよ。あと1人。おやすみ、ママ。平和の朝が来たぞ。どけ、インド人。どけ、インド人。あれ、寝たら、水分とかなくなってる。ほんとだ、めっちゃ腹減ってる。今気づいた。何やねん、何やねん。なあ、一人テンパってる人がいまーす。テンパめ。今更食人族行くときにテンパめ。あいつめっちゃ囲まれてるの、俺がキー切ってる横で。ほんとだ。痛い痛い痛い。お前何も助けない。俺平和を愛する木こりだから。わかった、わかった、わかった。お、4対1です。痛え、くそが。トレインです。お前が食人族の縄張りに近づくからいけないんだろ。連れてくんねん。俺がただ仕事してるだけなのに殴られてるべや。殺す。めっちゃ増えた、めっちゃ増えた。めっちゃいるぞ。やべ、これ強え。ちょっと多いわ。多すぎる。戦争だ。ほら、エオヨのせいで戦争になっただろ。お前何やってんだよ。人の仕事邪魔すんなよ。邪魔してんのこいつらだよ。やべ、死ぬぞ、これ。あ、こいつ頭に当たったのに。よし。逃げてたか？逃げてた。クソ、矢を持って逃げられた。ふぅ。よっしゃ、全部持ってくぞ、戦利品だ。せめて。めっちゃ飛んだ。やべ、薬飲まないと死ぬわ。うわ、なんか、また来た。ん？どこだ？増えてんじゃん、お前。いって、あ、死ぬ。追われてるぞ、アルマ。あ、トカゲだ。えい。やった。違う。トカゲじゃない。やったー、トカゲだー。めっちゃ来る、めっちゃ来る。死ぬ、薬がねえなー。あ、いた。うーわ、不意打ちや。やる、こいつ。今、ニュータイプの動きだった。あった、薬。来た、もう一匹。あ、てめえ。お、攻撃されてる、これ。家が攻撃されてる。マジで？倒した。扉開かなくなった。あれ、これ、修理、ショックツール。ここに橋欲しいな。こっちに食料いっぱいあるから、運ぶの手伝ってくれ。食料。やめて、そういう言い方。結構回復するんだぞ、こいつらで。まあ、それはね、もう認めよう。俺らも食品なんだ。やばい、死体の例よ。やばいっすけど。肉。死体まだまだあるけど。どんだけやったんだよ。奇襲だもんな。こいつらってか来すぎだろ。やっぱ日に日に増えるんでしょう、多分。そうだよね。明らかに。減るばかりが増えている。まあでも完璧に言うようにするんだよね。俺ですかね。でもお前しかいないだろう。俺は忘れない。トレインとか言って。言ってた。言ってた、確かに。トレイン。まあ、落ち着け。いや、おかしいでしょ。それはおかしいでしょ。ご飯いっぱい手に入って、結果オーライ。ご飯とか言わないで。だって他の奴らは1体につき1個しか肉手に入んないの。こいつら1体倒したら4つも肉手に入るからね。それはでかいな。
ただ解体するときにこうやって吹き飛ぶのがちょっとネック本当だ、さすがプロは違うね。サバイバルって覚悟だな、覚悟だな、覚悟。大量の丸太でも全く難なく運ぶ、走って運べる、ね、走って運べる、半端だよこいつら。やっぱ生き残るだけの理由があったんだなね、うん。ここのさ、うん、ここも作るの、なんかそこはキックの家だから、それは作るでしょ。まあ中に家作ろうかなと思ってたけど、今んとこそんなに重視はしてない。まあそうだね、その前に罠の方がいいかな。 FB そこもまだある、あと1本、あと1本、あと1本だけ。ただ湖の中入っちゃうと落としちゃうから気をつけて。これ多分壁完成じゃないか。完成、壁完成、イエーイ、すげえ、おめでとう、壁完成。トントンパンツカツカツンタン、うつし食べたい。畑でも作るか。あ、そろそろ農場開いちゃう。あ、64ページが現れた。ここは古代図書館だった。来た、64ページだ。目玉が、目玉が、目玉作られてんのかよ、ここまでちゃんと。これだったら別に見えるでしょ。いやいや、そういう問題じゃない。おい、まあ肉焼いたから食いたけど食いな。そう、食いたい。ちっちゃい肉。棚作んなきゃ。そうだな、置いとく用の。薬はマジ何本あってもいいから薬だな、欲しいわ。罠全部完成したら、あのすげえ強いやつ来てほしいな。あーね、どんぐらい効くのか試してみたい。どこだ、恐ろしい夜が。暗くてわけわかんねえだよ。今夜なんか敵攻めてこなくない？確かに平和。昼の方が全然戦ってたぞ。どんどん防御壁のスパイクの設計図だけつけてこう。ああ、結局キックの作ったこのここ全然使ってないけど。あんで作ったのこれ。あれ見た目だよ、見た目。若干邪魔だし。いて、うわー、ついに来たか。うわー、ついに来た。襲撃来ました。 Day Survive。 こいつ解体するの結構大変やん。あ、空中で取り落とす。うわ、こいつ玄関開けたら2分でご飯だった今。プシャーって言ってたけど大丈夫。いてー、どこだ、どこだ、一瞬殺。キックンしょぼすぎない？あ、まだいる。隣何やってんのあの黒人。ブルーブルーブルー。よし、あ、どこだ、歯どこで落としたんだあいつ。多分もう寝れると思う。寝れる、グッドスリープ、うん。皆さん、防御の罠を完成させるために、岩365個、棒234個、お願いいたします。無理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 。よし。つれ、家しか作ってねえ。やばいよ、お前何、これ、他に作りたいもんあんのか。いや、冒険がしたい。はぁ、あと、俺は冒険のついでにそういうのを回収してこよう。いやいや、大して回収できないでしょ、俺だって。ちょい冒険だ、ちょい冒険、散歩。まあ、行かしてやれよ。そうだな。どうせすぐ死ぬぞ。キッコーリー生活、キッコーリー、キッコーリー、キッコーリー。めっちゃ来た、めっちゃ来た、めっちゃ来た、ほら。え？最近昼来るようになったな。敵襲、敵襲、敵襲。よし、任せろ。このスタミナがなくなる。よし、とことこ歩いてる間に、一匹やれ。走り始めた。ダメだ。来てる、来てる。おーよしよし。ナイス！来てるぞ。ぶっちゃけあの手とかさ、うん、乾燥したかどうかわかんねえんだけど。もう黒くなるよ。あ、同じようになる。結構このぐらい黒くなる。ああ、へぇ、さすが。さすが食人マスター。イノシシ見ねえなぁ。イノシシはね、今のところまだ見たことないですね。やっぱ生息地みたいなの違うのかなぁ。ああ。あれ？そういえば今思ったけど、俺ら目的あったんだよね、一応。いや、ここで暮らすことだね、もう鍵は。自給自足生活。何を言ってるんだ？俺が悪かった。分かってくれたなら、OK。あ、そういえば子供どうだったの？え？え？誰の？あ？何子供って。子供だ。そんなやついた？あれ？
いなかったっけ。うん、俺の記憶ではそんなやつはいなかった。あ、いないね。とお、よくやった。え、お、鍋持ってきてくれ。わかった、今持ってくわ。ちょっと待って、この辺のアイテム回収する。やる、あいつ探検で早くも成功としやがった。なんでお前そんな鍋あるの。やるよ、あいつ。あ、弓もある、矢もあるけど、これ持ってくれねえな。あとでまた来るか。の灰色の食人族、マジあいつらは強いね。やっぱグレード高いわけ。多分そうなんじゃない。ハイグレード、うん、グレーなだけにハイグレード。そういうことでよろしい。はいはい、どうぞ。ミュート、喋るな。かわいそう、かわいそう。キック狙われてるぞ。大丈夫、これ分身の術で動いてるから。あぶねえ、ここだ。ダメだ、難しい。やっぱりはい、よこせてる。増えてる、やばいぞ。壊してる。ちょっと待って、さっきこいつは増えた。めちゃくちゃ壊してます。これ、ほらほらほら、 HP って自然回復するの。ちょっと今、うわー、裏にいる。くそ、めちゃくちゃ弓矢を使ってしまった。いや、こんな調子で攻めてこられたら、うわ、燃えてる。キック、何やっとんねん。キックはなんですぐ燃える。自爆した。土下座してる。ああ、助けてくれってこと。助けて。ちょっと待って、一回これを。やべ。どうした。めっちゃ、うわー、アルマがやべえとこ来ちまった。何それ。めっちゃデブがいる。それボス。ボス。地味にさっきの襲撃結構やばかった。うん、あれ、爆弾が必要なんだ。でもさすが防御壁だわ。あれ、あのね、結構耐えるわ。アルマすげえ洞窟探検してる。そこやばいない、恐ろしい。ちょ、洞窟の奥になんか岩を爆破して進めるところがあったから。ええー、いつか爆弾を手に入れた時には。なるほどね。手に入れた暁には。けど、やべえ奴らも二人いるからな。特にこれといったアイテムはないな。おお、やべ、見つかった。もっとあればよかったんだけどな。お、この伝説の赤い鳥を、うわぁ、それはなかなか難しいんじゃないですかね。これでも、あぁ、こいつ数が増えて、増えたぞ。俺を攪乱する気だ。あ、落ちた。うるっ、いいね。お、羽だ、羽。羽を回収しろ、まず。ふんぐる。キン君、ほら、あれだぞ。鳥をやったらすぐ上向いて回収しないと、羽を。どっか行った。ああ。ああ、もうこれだから素人は。な、鳥初心者だよ。俺鳥初心者だった。普通の扉はすぐ壊されちゃう。ああ。でも速攻で直す、こいつらの。適応力。食人族の。半端な住みかとおぼしきところ来たけど、なんもないわ。あれ、お、雨だ。ああ、めぐみ雨だ、やったー。ヘアスプレー手に入れた。おお、すごい。バッチリホールドできる。っていうか、VO5。ヘアスプレーあるってことはもう。てか、食人族の家の方がめっちゃいいです。うん、すごいね。機能的なんだよね。うん、ね。マジで文化レベル。高いよ。俺らと違って。うん。俺ら何やってんの？俺らただ囲ってるだけだから。とりあえず。そろそろ暗くなって。ほんとはもう暗い。あ、燃えちゃった。なんか英雄のケツから身が出てきたんだけど。マジかよ、汚っ。食べよ。やばやば、あいつ。それ腐ってますよ。おい、道理でケツから出るもんだから。そうだね。おい、食ってから言うなよ。言うな。言うな。言うな。お、あれも帰ってきた？帰ってきた。チェーンソーが作れるんだ。マジで？チェーンソーはマジすげえ。作れるのかわからんけど、チェーンソーの燃料を手に入れた。ああ、じゃあチェーンソー自体がもしかしたら落ちてるのかな。あるんだろう。レアアイテム。お、すげえ、何やってんの。ああ、このゲージ分しか使えないのか。火炎放射器じゃん。火炎放射器手に入れた。マジかよ、すげえ。もったいねえな。でも減らないんじゃないの？いや、減ってる減ってる。あ、減ってんだ。うん、こう、あ、ほんとだ。ゲージが。お、もう寝れるぞ。寝に行くか。ライト？
ライトはマジで見つかってないね。ライト欲しいね。ライド。そろそろ俺らも探検して、だいたいやっぱり近代道具は、やっぱ、食人族が持ってるから。そうだね。なぜか。俺らは持ってないのになぜか食人族が近代文明。意味がわからん。なんか女装したボブみたいなやついるんだけど。マジ奇名こいつ。希望を抱きしめ。皆様動画をご覧いただきありがとうございます。 MSS プロジェクトは YouTube そしてニコニコの方にご飯どれぐらい盛る？ぜひご登録の方をお願いします。ご飯どれぐらい盛る？大盛り大盛りボタンですか。多分この辺はいはい大盛り。はい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 は